本日は日高ボーイズ新1年生9人全員にインタビューです。はいよ、木崎大成です。大成くん、はい、はい、どこのチームから？カジタイガースっていうチームから来ました。反応ですか？はい、あ、はいはい、あの守備はどこですか？守備はショートです。ショート、はい、日高ボーイズに、入団した理由というか決め手っていうのは？先輩たちの雰囲気が良くて、監督さんたちも優しくて、それでここに決めました。なるほど。じゃあ他にも、何チームか見て回った結果、日高ボーイズがいいなと思ったんですか？はい。なるほど。じゃあ今後ともよろしくお願いします。お願いします。宇月大介です。大介くん、はい、どこのチームから？松山東野球ってところから来ました。松山東野球、東松山か。なるほどなるほど。守備位置はどこですか？ショートとセカンドです。ショートとセカンド、内野手いいっすね。足速い方です。足速い方、なんか足速そうな、なんか足してるもんな、はい。なんかあれですか、好きな YouTuber とかいます？野球じゃなくてもいいよ。エンドレスとか。あ、エンドレス、おお、ファースピだったな。特産 TV とかが好きです。特産 TV、ああ、なるほど。じゃあそんな感じで、じゃあよろしくね、これからね、うん、お願いします。岡田ゆいとです。ゆいとくん、霞ヶ関イーグルスです。あら、霞ヶ関イーグルス、守備位置どこですか？ピッチャーがメイン で、ピッチャー交代した時にはショート、セカンドで、たまに外野行くこともあります。お、どこでもできるんだ、キャッチャー以外は。キャッチャー以外は、キャッチャーは一回試合で、ぶっちゃけ本番みたいな、ぶっつけ本番ぶっちゃけ本番っすぶっつけ本番だったんだ、はい、9人なんでね、みんなね、自分らのチームだったらね、みんな出ることもあるだろうし、いろんな守備位置ができる方がね、いいと思うんでね、はい、頑張ってください。はい、お願いします。お願いします。私はリョウで。リョウくん、出身のチームは？カジタイガースです。お、一緒？一緒なんだ。へえ、いいよ。守りたいポジションはピッチャーです。はい、ピッチャー、ピッチャーやってた、ずっと。どんなピッチャーですか？頼れるピッチャー。頼れるピッチャー、多い。いいじゃん。さっきなんかここ寝てたよな。はい。大丈夫？頼れるピッチャー、倒れてました。倒れるピッチャーやったな。体力が。小学生からね、中学生上がってさ、結構練習が急に辛くなったから、まあ、体がびっくりしたと思うんで、多分今後慣れていくと思うし、めげずに頑張ってください。はい。はい。日高ボーイズ入団を決めた理由とかは？なんかチームの雰囲気も良くて、先輩方も優しいし、監督の指導もうまいし、いろんなチーム回った結果、日高ボーイズに決めました。そうなんですね。あと正直さ、みんな平日練習ってどうですか？平日練習は、はい、あれいつも小学校の時は平日練習が休みの時しかなかったから、うんうん、あんまそこで野球、本格的な野球ができなかったから、うんうん、平日にできるのはいい。いいよね。照明ついてんの？そう、ついてます。めちゃめちゃいいじゃん。結構ボールも見やすくて、めちゃめちゃいいじゃん。じゃあ頑張ってくださいね。はい。則村匠です。匠くん、出身のチームはどこですか？松山東です。あれ、ここいなかったっけ？松山東、はい、いたよね。あ、一緒のチームなんだ。はい、一緒のチームな。はい。おー、ありがとうね。よしき出ちゃってる。あ、違う。守備位置はどこですか？センターです。センター、外野手。じゃあ足速いですかね。結構打てる、どうなんですか、友達的に？あ、打てますよ。めっちゃ打てます。めっちゃ打てる。柵越えしないけど。しないけど。めっちゃ飛んでる。しないけどフルスイングだからめっちゃ飛ぶ。あ、めっちゃ飛ぶんだ。はい。え、右打ち左打ち？右打ちです。右打ち、両方できんじゃないの？両方できます。両方できんの？センス抜群じゃないですか。なんか日高ボーイズに入った理由っていうか決めてて何かあったんですか？いろいろチーム見てきた中で一番雰囲気が良かったんで決めました。なるほど。みんなちなみに何チームぐらい見てる、見に行ったんですか？ここだけです。ここだけ？4チームぐらい。6チームぐらい行きました。4、6、1チーム。1チーム？何チームぐらい？6チーム。同じ6チームぐらい。4チームぐらい。それってさ、個人で行くの？いや、チームで行きましょうって。チームで行くのもあるけど、たまに個人でここ行ってみたいって言って。あー、なるほど。それって何か、そのチーム、どうにかしないとさ、チームの存在って知らないわけじゃないですか。はい。ネットとか、多分 YouTube とかあると思うんですけど、何をきっかけにその、まあ、チームで行きましょうっていうチーム以外の個人的に行きたいっていうのは、なんかどうやって知ったんですか、そのチームのことを？イーグルスの1個上の先輩が言ってた。ああ、そういうことか。
先輩が言ってるから、じゃあ先輩が言ってるからっていうのと、チームで行きましょうっていうので、何チームか見に行った結果ここに決めたっていう感じなんですね、みんな、はい、センス抜群ってことなんで、あのまた多分今年あと1回ぐらい行くかな、1回また来年も行くと思うんで、あのよろしくお願いします。じゃあお名前お願いします。下田よしきです。よしきくん、はい、守備位置はどこですか。ライトです。外野手、はい、日高ボーイズに決めたきっかけは、先輩たちも優しくて監督が一個一個丁寧に教えてくれるからです。あ、どこのチーム出身ですか。ちなみに諸山デオです。諸山デオ、諸山のチーム、はい、もうめちゃめちゃ強い。めちゃくちゃ強いです。集まったチームなんですよ。角張ったチーム、はい、角張った集まったチーム、3チームで集まったチームで、D がドラゴンズだっけ、ドラゴンズで、 E がイーグルス、O がオリオンズの3チームが集まってできたチームが DO。 あ、そういうこと。じゃあなんかあれですか、それぞれのチームみんなやっぱ少なくて連合っていうか統合したってこと。はい、いろんなチーム見てきてここがいいなと思った。はい、素晴らしい。やっぱさ、通うの正直大変じゃないですか、遠いと。それでもなんかここでやりたいっていう気持ちはあるのはすごい大事だと思うし、いいと思うんで、そのまあ遠いってことでやっぱお父さんお母さんのさ送迎も大変じゃないですか。はい、その分やっぱ頑張れば、まあ、お父さんお母さんもね嬉しいと思うんで、はい、頑張ってくださいね。はい、はい、ありがとうございます。名前は西俊介です。俊介くん、はい、はい、頭良さそうやな。いや、あんまり出身のチームはどこですか。諸山デオです。あ、一緒。はい、あ、一緒なんや。そうなんだ。なるほど。じゃあここのチームに決めたきっかけは、まあ、決めては1チームしか見てないんですけど、このチームしか、先輩のがめっちゃ楽しそうにしてて決めました。なるほどね、先輩たちね。先輩、ちなみにどの先輩ですか。何年生の先輩、3年生、2年生。3年生の箕輪先輩と2年生の村上先輩。おお、なるほどなるほど。憧れたというかちょっといいなと思って、楽しそうやなと。いいですね。守備位置はちなみにどちらですか。もともとはサードで、うん、日高に来てからはレフトでやってます。レフト、外野手。なるほどな。試合でファインプレーいっぱいしますよ。スライディングキャッチしたりすごいじゃんラッキーボーイって。そう、ラッキーボーイ、この間の試合のラッキーボーイです。あ、もう試合してんのちなみに。え、1試合だけ練習して、でも負けました。負けたんだ。まあでもね、試合はもうね、あの勝つこともあるし負けることもあるし、負けたからダメだってわけじゃないと思うし、負けたからね、その分課題が見えるってわけだから、あの平日練習とかで補って、一番大事な大会がまああるじゃないですかね、年何回か、そこで勝てればいいと思いますんで頑張ってください。小林海斗です。海斗くん、いいですね。どこのチーム出身ですか。カジタイガースです。カジタイガース3人目、はい、だよね。ここのチームに決めた、なんか決め手は、先輩たちも優しいし、コーチたちがちゃんと丁寧に厳しく教えてくれるから、あの成長できるんじゃないかって、はい、あのね、ちなみにこのなんか丁寧に教えてくれるとか、監督コーチの指導がきっかけで入団したって話してくれるあの選手めっちゃ多くて、今まで 2,3 年生もそうだった。1年の時指導がめちゃめちゃ丁寧で分かりやすいです。本当に今そうなんだなと今思いました。え、入団してから何回目ですか、日高ボーイズ。まだほら4月じゃないですか、今日4月20日じゃないですか。もう3月の時からもう来てるんですか。はい、あ、そうなんだ。入る前から、まあね、体験で入っていいって言われて。あ、そうなんだ。で3月からもう来てるんだ、はい、じゃあ本入部が4月からっていう。守備位置どこですか。キャッチャーです。キャッチャー、はい、初キャッチャー。よかった、初キャッチャーじゃん。みんなよかったね、ちょっと安心したんじゃない。うまいんですよ。あ、うまいんだ。めっちゃうまいんですよ。めっちゃ打つんですよ。バッティング、もう柵越えですよ。さっき柵越え、なんか誰か柵越えはしないけどとか言われてたよね。柵越えじゃん。ホームラン。いいじゃん。もういっぱいキー入ってる。あ、めっちゃ打つんだ。はい。この間の試合でもツーベース。ツーベース。すごいじゃん。最近やってないけど、俺とロンティ対決したり。あ、見たことある。なんかね、日高ボーイズ歴代5本の指に入るピッチャーがいたんだよ、前。ボナールとオイチャンネルと一緒に行った時あったのね、日高ボーイズ。まだ向こうの日高の、向こうのグラウンドの時、時代なんですけど、今度移転するんです、みたいな、ほんとそういうなんか、
タイミングで行ったんですよ。特大レフト柵越えホームラン打ってしまって、その5本の指に入る選手からそういうのがあったんですよ。そういう対決とかさせてもらってた時代があったんですよね。今最近やってないけど、もしかしたら今後君らとも対決する時が来るかも分かんないんで、まあ、ちょっとあの多分監督さんとかに言えばその一本落ちとかああいうので混ざらせてもらう可能性があると思うんで、はい、今後はあのねちょこんと当てて柵越えとかさせないような、まあ、ピッチャー陣はみんな頑張ってもらって、はい、大会でも勝てるようないいピッチャーになってください。はい、はい、じゃあ最後、ありがとうございます。最後ね、じゃあお名前お願いします。塚原かけるです。塚原かけるくんお願いします。どこのチーム出身ですか。森山デロです。あ、一緒。3人目じゃない、はい、そうなんや。じゃあみんなで一緒にこう回って入ろうぜっていう感じ。入ったなんか理由とかあるんですか、決めてみたいな。先輩の雰囲気が良くて、あとは憧れてる先輩が2人ぐらい森山の OB でいて、うんうん、今いるん。はい、マジ。1個上で。1個上と2個です。誰同じだよ。同じです。同じ。そうなん、そうなのね。守備位置はちなみにどこやってるんですか。守備位置は今はあの手首故障しててファーストをやってて、希望ポジションはサードがやりたいです。希望サード、はい、ピッチャーかと思ってば今手首やってるんで、あのあサードなんや。じゃあなるほど。あれファースト初じゃない。はい、はい、だよね、はい、あれセカンドいるよね。セカンドショートいるよね。でサードいたよね。サードいたよね。誰かサードでしょ。外野は外野は3人。あ、3人。おお。ピッチャーは1、2、3。決まってねえだろ。匠はダメだよ。ダメだよ。13試合で74フォアボール。いやそれやばいな。じゃあサードとしてね、はい、頑張ってもらって。手首故障っていうのはなんか骨折とか腱鞘炎とか。腱鞘炎です。腱鞘炎か。腱鞘炎は安心してれば大丈夫だと思うし、まあみんなやっぱまださ、正直みんな体ちっちゃいじゃないですか。どうしたら伸びると思うよ、身長とか。寝る、食べる、食って寝る。食って寝る、正解です。食って寝るプラス歯磨きをしっかりするしてから寝る、超大事。わかる、なんていうかわかる、歯大事なのわかる。え、いいやつに見える。いいやつに見える。それもあるけど、なんか力入れるときってさ食いしばんない、大体。はい、あるでしょ。歯なかったら食いしばれないよ。でしょ。でしょ。そうそうそう。だから寝るのはマジで大事。中学で俺21センチ伸びた。153だったの中1。中3で174まで行って、で高校で6センチ伸びて180まで行った。今は181。そうなので、なので今ちっちゃくてもガンと伸びることもあるし、いっぱい食べるとかいっぱい寝るは必須だと思うんで、まあ、勉強も大事ですけど、寝る時間をたくさん確保して、効率いい勉強をした方がいいと思います。じゃあ、ね、怪我早く治して、はい、頑張ってください。はい。はい。はい、というわけで、日高ボーイズの1年生たちにインタビューさせてもらいました。9人のメンバー、本当にね、この3年間はあっという間だと思うんで、みんなで協力して、切磋琢磨して、勝利目指すとともに、仲良く、絆を深め合っていい3年間にしてください。はい、はい、はい、ではインタビューありがとうございました。ラップ君だ、大愛なら Thank you, Divine. You're not sad.